それでは、皆さんおはようございます。おなじみにもうなったでしょうかね。もう何回かやってますので、金曜日の、あ、今日金曜日じゃねえや不動なので、まあ、朝8時ということでさせていただいております賢者寺でございます。今日は、実はですね、ちょっと諸事情ありまして、1時間半の放送ということに、なります。いつもよりまあ短めではありますけれども、まあそれでも1時間半喋るって考えたらですね、以前のまあ私の基準というんですかね、寺になってこうやって喋る、ライブとかを仕事にする以前はもう考えられないですね。もう何十分間話を持たせるだけでもね、これ、至難の業だっていう時期があったとはまあ思えないということですね。やっぱ立場というものはものすごい強いなということがありますね。その立場を与えられてですね、もう無理でもやらにゃっていう立場に立ってね、まあ、その気になるというんですかね、まあ、その威力っていうのをひしひしと、まあ、感じてますね。うん。やっぱり恐れというものがあると、そんなの無理ですっていうね、まあ、こう影が何かこう光を当てられて、ものすごいお化けみたいにね、こう、もう何十倍にもして映し出されるっていうのがあるじゃないですか。だからそっちの影の方ですね。騙されているその大きな影の方を見ているのが、まあ私たちだと言えるんですかね。私もその一人だったんですけども、もう今ではもう、あ、この手に過ぎないじゃんっていうそっちの方が見えてしまうので、もう何もほとんど今怖くないという状況がありますよね。まあテレビ出ても、まあこれスペテレビだからテレビ出てるんですけどね。これがたとえ全国区であろうが、ね、もう世界中継であろうかですね、もうどんとこい超常現象みたいなですね、感じでもういけるんじゃなかろうかということを、そう思いますね。ということで今日は1時間半という少し限られた時間の枠の中ではありますけれども、お付き合いをいただき、お願いしたいと思います。チャットの方もですね、これつないでますので、ぜひ、もしご質問その他何か、ございますならですね、書き込んでくださればと思います。もう気づくか気づかないかはあなた次第じゃなくて、これは運次第というか宇宙のシナリオ次第ということです。喋ってると時々ですね、チャットがすごい高速で流れていてですね、わからないと気づけないということもあります。その時はもうそれは宇宙の流れだ、最善が起こっていると思ってね、これスピリチュアルの訓練だと思ってですね、ぜひ乗り越えていっていただきたいと思うわけですね。私もできるだけこちら、眺めてですね、気がついていきたいと思いますのですがです、はい、チャットの方でですね、今日は1時間半の放送である理由のちょっと端っこがちょっと、流れておりますけれどもですね、本当にこういうね、手作りというか、ある意味本当にこう、まあ、人間味のあるというか、そういうスピリチュアルテレビという媒体ならではの、まあ、事情というのが、まあ、あるような、感じですけれどもね、はい、今日は、質問がね、また来るまではちょっとこちらの話をしておこうかなと思いますが、本当にですね、まあ、人生というのは、この三次元、人間物理世界ゲームというのはですね、この幻想ゲームは面白いなと感じた一幕があったわけですね。もともとこのスピリチュアルテレビというものですよ。これ、まあ、ぶっちゃけていいと思うんですけども別にね、今のところ、まあ、ボランティアみたいなものなんですよ。まあ、ただ、要は、ギャラなしでやってるわけですよね。まあ、そこでですね、まあこれこう結構月にということで、皆さんにこうやってお届けしている。もちろんですね、こうやって、皆さんに電波に乗せてですね、僕の、声というか、メッセージを生でこうお伝えできるということ自体が素晴らしいので、別にその、お金なんて、まあどうでも、まあ二の次という部分がね、私もあって嬉しいし楽しいのでね、まあやらせてもらっているという部分があるわけですね。ちょっと質問一つ来たんですが、これは後でちょっと一つ扱いたいと思います。ちょっとお待ちくださいね。すみません、話どこまで来ましたっけね。そう。まあこれ、まあ無料でやっているわけです。でですね、私もいくら、まあ気づきのあった人間とはいえね、まあ覚醒という体験だった人間とはいえですね、体、肉体と、あるいは自分自身の今までの思考パターンとか、まあ、そういうエゴさんとかですね、そのなんか消滅したわけではないんですよ。
やっぱ相変わらず持っておりますので、考えることは皆さんと相対差ないんですよ。うん。で、何を考えるかというと、こんだけ露出を多くしてですよ、2時間半喋り散らすのをもうしょっちゅうこうやってますと、あ、まあいっかも、テラさんの、のトークライブ別にお金払ってね、見に行かなくても、いや、これでも十分じゃん、みたいなことでですね、そっちに差し障りがないのだろうかというね、懸念、うん。まあ、あんまり本当にくだらないさ、よくよく考えてみたらね、そんな心配はね。まあでも、まあ、ちょっと頭を持たげるんですよ。うん。そっち、来てくれるかなと。こっちでこう、まあまあ、ね、十分喋り尽くしてる部分もありますからね。私手抜いてませんもの。うん。こっちはただだから、これぐらいにしとこうとかね。こっちは言う、お金取ってるから、例えばね、3500円取ってる。あるいはセンターリターナというまとまった口座だったら、トータルで8万っすよ。1回あたりに換算したら2万円。ね、これでね、すごいお金ですよね、冷静に考えたら。でも私はどれも同じエネルギーで喋ってるし、出し惜しみはしてないし、どれも同じだぞ、実は。言ってみたら、こんなこと言ったらね、高いお金払ってる人はジェラシーを感じるかもしれませんけども、どんな時でも全力なわけですよね。そう考えたら、これってね、まあ、その、まあ、損得というのかね、そのずるいことを考えたら、まあ、これいいんかしら、というふうに、こう思う。わけでございますよ。でもね、損して得取れっていうことわざが、日本にはあるわけですよね。一時的なね、損得のことを考えて、大損、こう長い目で見た時の損っていうのがあるわけですよ。それはやっぱり真心で、誠意でとかね、なんかそういうものが絡んでくるわけですよ。だから、あこぎなことをしたり、もうやたらその、損か得かでね、もう、とことん考えていったら、短期的な利益なんていうのはもう上げれるんですよ、すぐに。でも結局、まあ、例えばこう、お金の払いの悪い人をね、例えば助けるとか、あるいは、もう、固いこと言わないでね、もうどん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 、そのお客様のための、まあ、サービスを、まあ、大盤振る舞いでやっていくみたいな気前よくね。そこはいやさかという自分もね、栄え、相手も栄えるっていうようなね、そういう思いでもってこう、まあ、やたらね、もう計算機も捨てても頭の中のピッピピッピピッピ弾く、そういうものは捨てちゃって、まあ考えるという部分ね、それをやっていくことによって、短期的には損をすることがあるかもしれないけれども、でもだん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 人の信頼を勝ち得たり、人のね、こう、まあ、幸せにこう、役に立つことがあったりなんかしてね、結局、長い目で見ると栄えてるっていう場合がある。植木仁っていう人の、日本一のほら吹き男っていう、すごいこう、年取った人しかわかんないような映画があるんですよ。もし興味、あ、終わりでしたらね、多分 DVD かなんかなんてるんじゃないかと思うんで見てもらったらいいと思うんですけども、もう全然貧乏なね、稼ぎもない、仕事もないね、うだつの上がらないっていう人間が、ホラーを吹く。ホラーを吹くって言っても人を傷つけとかそういうことじゃなくって、もう俺は幸せなる、ビッグなる、金持ちなるとかね、俺はこんだけの売り上げ上げるとかね、なんかそういう初めは現実的じゃないんだけども、そういうことを言いまくる中でですね、本当に栄光の座を掴んでしまう、本当に大金持ちのね、会社の社長の座を掴んでしまうっていうね、そういう物語があるんですよ。その物語の中で、やっぱり最終的な勝利の仕方、その夢の叶え方として、一時的には損をするようなことになるんですよ、もちろんね。人のために動くという中でね。でもその、主人公の植木仁の口癖が、損して得取れだよって言って、とにかく、目先のことにとらわれないで、やりたいことをやりたいように心のままにこうやっていくっていう、まあ映画なんですけどもね。まあちょっとベタな、本当に邦画って、いかにも昔の邦画っていう感じの映画なんですけども、まあ見ていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。特に、まあセンターリターナー講座であるとか、まあ私のまとまった講座に参加される意欲のあるような方だったらですね、ぜひ参考教材として、ツタヤにでも行ってですね、この映画探してみてもらってもいいんじゃないかなと思います。日本一の、ホラ吹き男っていうね、タイトルでございます。で、話実はこれからなんですよ。で、そういうふうに私スピリチュアルテレビ何回かこう、まあご出演のね、縁をいただいてやったわけですね。そうするとですね、ある日不思議な連絡が来たんです。実はこの連絡に関しては、まだ具体的じゃないので、
残念なんですけども、この場で内容をお伝えすることはまだ時期尚早だと思いますので、とりあえず謎めかしときますね。ある依頼が来たということだけ聞いておきます。その方ももしかしたらこれ見てるかもしれないですけどね、私のこの番組をある方が見まして、私のことを非常に面白いと思ってくれたらしいんですね。スピリチュアルテレビ見て、まあ、無料の放送ですよね、これね。誰でもまあ気軽にこう、ここさえ分かれば見れますからね。で、そういう中であることをしませんかという、まあ、ご提案をいただいたわけですよ。その人からね。でっていう。それが何かということは、まだ具体的な話が何も決まってない中では、ちょっとフライングすぎるということになってもいけませんので、それはもう、プーってこう、放送禁止、まあお楽しみってことにしておきますけれどもね。まあ、また具体的になりました段階で、お伝えはできるかと思うんです。まあ、どうなるかわかんないよね、こればっかり実は。うん。話をいただいたばっかしで、雲をつかむような話なんでね。はあ、果たして、まあ、それが何なのかは、まあ、あれとして、とにかくね、びっくりしたんですよ、そういうお話があったときに。あ、しかも、その原因がよ、この無料のスピリチュアルテレビをやって、それが目に留まったわけですよ。そしてまた新たなる展開というのか、新たなるお話というのかね、いや、私そんなこと考えたこともないよっていうね、ような方面からの、まあ、道というのかな、まあ、自己表現の道というのかな、まあ、そういうものをこういただいたわけなんですよ。本当にそのお話があったときに、まあ、確かにこれからね、詰まっていく話だとは言っても、やっぱりなんかある種のこう感覚に襲われるというのが、あ、やっぱり、こうしたからこうなる、こうだからああっていうね、そういう単純ななんか戦略的なものじゃない、原因結果のね、うん、そういうね、こういう現実をする、だからこうなるみたいなことじゃないなと。いうことをね、本当にこう思ったわけです。やはり私たちが心のままに、ハートのから来る心のままにですね、もちろんこう方法論じゃないですよ。ハートから来る声に従ったからこうなりました、なんていうね、そんな野暮ったいことで表現できることじゃないですよ。とにかく、もうやりたいように、もう死のもの考えないでこう出力、アウトプットしてる間に、本当に流れというものはこちらにこう修練されていくっていうのかな。こちらの本当に思いっきりやっている流れに全部こう下がこうまとまっていくというのが流れがこう収束して、本当にそれが勢いとなって、なんかある一方向に突き進むようなことになるんだなっていうことをですね、その体験を通して本当にこうした次第でございます。本当に私何も現実的な戦略してないですよね。本出そうともしてないし、これはスピリチュアルテレビご依頼があったから出させてもらおうってこう喜んだ次第なんですけどね。別に何かこう、なんか有名人になるために、もっと売れるためにね、例えば本出そう、まあ何かを電波に載せてください、何かこう、で出させてくださいとかね。なんかそういう、ベタに頼まなくても何かそういう工作、そういう目に留まるようにとか、何かこういろんな、ありますよね、うつで。そんなことは私全くしたことがないし、しようと思ったこともない。ただただ、流れに任せ、ただただこう、自分の思いを、こう文字に綴り、言葉にしていくだけで、あとは本当に周りの方が、盛り立ててくれたり、こんな素敵なご縁をいただいたり、まあ、してくれるっていうね。面白い幻想世界だなと、面白い遊び場だなということを、まあ、つくづくこう思うわけですよ。だからこの場が遊びだと思えなくて、本当に救急として、本当に畜生とかね、何かうまいこといかなかったら、本当にああ、もうこれで終わりだとかね。うん、私たちはゲームっていうものはね、リセットボタンを押してね、時間ある限り何プレイでもできる。うまくいかなかったら、リセットボタンってとしても何回とかでもできますよね。その気軽さがある。いうことに、やっぱりこう、気づかないわけですよね。普通に生きてたら。うん。まあ、そういう中で、ああ、本当になんてこう、まあ、余裕を持ってね、やっていいゲームなんだろうっていうことを、まあ、腑に落ちたっていう経験がありましたので。ですから皆さんもぜひですね、まあ、そういうもんなんだっていうことは、何にもね、腑に落ちませんよ、テロゾーンとか言わなくても、頭の片隅にだけもあるだけでも全然違うんですよ。それだけでいいと言っても過言ではないぐらいです。
もうただ、あ、そういうもんなんだなっていうね、そういう種だけどっかに割ってたら、もう十分です。あとあんましゃかり気にならなくても、家宝は寝て待てで、必要な時に必要な気づきが起きるし、種は、皆さん、今はなれーとか言って、ファーとか言ってなんか力、パワーを送って、種を今あなたのエゴっていうか、意志で実らせることできます？芽を出さすっていうか。無理でしょ？眺めてるしかありませんよ。土、いい土に埋めて、肥料をあげて水やって、あとはもう待つしかないでしょうよ。あなたの力でね、芽を今出させないと、トトロしかできない。こうなんか葉っぱで、にょーんにょーん、ほわーってダッポン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 って隣のトトロって映画の中で芽をね、出させるやつありましたけどね。あんなのは現実的には無理ですよ。もう見てるしかない。だから私たちも気づきとか覚醒とかね、そういった世間でよく言われているようなね、そんな名前のついたものは、私たちがエゴでね、努力したからこうなるとか、何か修行を積んでこうなりましたとかいう世界はもう、ありえないので、もう家宝は寝て待てというかね、まあ遊んで待てというか、好きなことして待てっていうか、もう、それぐらいの、ね、気負いのなさでいいんじゃないかなっていうことを本当に思います。ね、ここまで言うと一体その話が何なんだろうというね、クエスチョンマークと興味が皆さんの中には渦巻くと思うんですけども、めちゃめちゃそこは行けずをさせてもらいます。また、ね、いつか、本当にちゃんといても差し支えなくなったらということにいたしたいと思います。はい。まあ、こちらの用意している話もあるんですけども、いくつかなんか、コメントをね、いただいてるみたいなので、そちらの方をちょっとこうやっていこうかなと思います。どこだっけ？ちょっとだいぶ遡るのかな？どの辺だ？すいません、はい、だいぶ遡らないとちょっと質問に気づけないのでね、これ。はい。悟っている人は人間味の感情がなくなるのでしょうか。すごく残念なことと思いますが、使い分けられるならいいですがという心配ね。これが一つあります。大丈夫です、ハキシュって。悟っている人は人間味の感情がなくなるのかっていうのは、多分ね、どういうところかそういう質問が出てくるのかというと、多分中立ってことでしょうね。宇宙のすべてがフラットに見える。つまり、こんなこともあんなことも、例えばいいことは喜べた。悪いことは、なんかもう嫌だとかね、こんなことあっちゃいけないとかいうふうに、こう、感情って出てくるじゃないですか。ジャッジって言うんですかね。自分自身のエゴによる好きか嫌いか都合がいいのか悪いのかという部分ね。そういう部分で、やっぱ見て、喜怒哀楽とか、この感情のジェットコースターっていうのかな。そういうのが起こると思うんですけれども、まあ、覚醒というものをしてみると、まあ、例えば私はね、他人のには今ゲームでこれのキャラやってるかなり得ないからね、他人の様の覚醒者かどうかなんて分かんないですよ。自分のことしか分かんないので、まあ、でもあえてそれを申し上げると、まあ、本当にね、まあ、そうなんです。宇宙にあるあらゆる物事っていうんですかね、あらゆる現象が、ただそうであるだけであり、ただ演劇の脚本の中にそう書かれてあるから演じるのであり、そこに善も悪もいいも悪いもないっていうことは、まあ、確かに私分かったんですよ。でも、分かったから、じゃあ何を見ても無感動。だってそれはそうであるだけなんだもん。それに対して何か感情が湧いてきて怒りだとか喜びだとか悲しみだとかが湧いてくるっていうことは、結局どう、おかちに見てんのそれって話になるわけでしょ。うん。だから、結局、マシーンみたいにね、ターミネーターみたいに、何見てもなんか、いや、それは、ただあるがままにあるだけでござんす、みたいなね、ことになるのかっていう多分心配じゃないかなと思うんですけど、大丈夫です。この世のありがたいことは分離意識っていうのが持てることなんですよ。あそことここ、こことあそこ。平行。何々が一番いい何か、ちょっと違うものがね、うどんやそばやカレーやラーメンとかね、こうなんか、いろんなバージョンというものがね、複数同時に存在できるという素敵な世界なんですよ。これが、この次元じゃない一次元とかだったら、もうワンネス。大いなる一しかないので、二も三もないんですよ。あれもこれもないんですよ。あそこもここも始めも終わりも前後左右起承転結も何もないわけですよね。ただ1があるだけ。無があるだけっていうかね、完全絶対があるだけなんでね。うん。だからこの世界は、うん、そういう複雑な、うん、分離という思考ができるんですよ。あれとこれとかいうね。だから、それが、この覚醒者にも成り立つんですよ。
いくらね、隠せたって、偉そうなこと言えないんですよ。50歩、100歩ですよ、肉体持って生きてる限り。皆さんと大差ないです。うん。ちょっと毛の生えたようなもんですよ。まあ、うん。普通の人っていうか、普通なんてないんですよ、もちろんね。もう、あえても言葉で、便宜上そんな使い方をしてますけど、みんな神なんですよ。みんな覚醒式なんですよ。ただ、その演技上の楽しみの幻想の中で、なんかこうや、うん、どんぐりの背比べしてるようなもんですよ。これ、実はね、覚醒したとかしないとかね。うん。まあ、なんかはっきり言って、私は覚醒したけど、その意識はあるんだけども、でもこの肉体を持ち、この寺というね、今まで生まれてから培ってきたものの考え方とか発想とか積み上げてきた感覚とかね、それが消えてなくなるわけじゃないですよ、覚醒したからって。だから記憶喪失になった人いないでしょ、覚醒した時に。今までのに、その田中なり佐藤なりとして生きてきた、そのエゴの記憶は全部消えて、あ、ここはどこ、僕は誰みたいな。覚醒意識でゼロからスタートするわけじゃないでしょ。その人の記憶は記憶としてやってるわけですよね。うん。皆さん、周り見渡してください。覚醒したと言われる人がね、まあ、いろいろいらっしゃるじゃないですか。スピリチュアル界にもね、いろんなところにも。その人たち見て、この人たち全然喜怒哀楽ねえって思う感情的でしょ、むちゃむちゃ。人間的な感情がなくなるかといったら全然なことはない。ない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 。つまり、それも共存し続けるんですよ。わかります?この世界だから、そういうことはね、アクロバットが可能なんですよ。うん。だから、覚醒意識もありつつというかね、あるというか、そこにいつも、でも戻れる素地は持ちつつ、普段は人間語で生きてる。わかります?だから、そんな奥底の基盤というのかな?ちょっと気づきを得たっていうのは、なんちゅうの?もう本当になんか意識できる範囲にはもう頭もたげてこない。私今こうやって喋ってるときね、朝から晩までいろんなことをしますけど、そのときに一応、いちいち俺は覚醒症だよ、これ覚醒式だなんてね、もう思ってないですよ。こういうふうに質問されたときとか、テラとして何か活動する必要があるときは、ああ、そういえばって思い出すけども、普段からそんなことを考えてるかって言ったら皆さんと多分同じです。テレビ見ようかなとか、あ、まあ見ないですけど、映画見ようかなとか、ゲームしようかなとか、ご飯腹減ったなとかね。変わらないですよ。そんな時、皆さんと多分。だから、この心配はあんまりしなされなくていいと思ってます。覚醒したから人間味がなくなるかというと、そうでなことはない。その今まで持っていたものが消えてなくなってしまうわけじゃないので、うん、やっぱり嬉しいなとか悲しいなとか、こう、いろいろも感じることがありますね。それどころか、より一層センシティブになると言ってもいいぐらいですね。うん。覚醒意識というものを持てるからこそ、よりその感情というものが、なんていうのかな、ジャッジしないで見れるので、うん、これがいいものだとか悪いものだとかね、そのまま受け入れる気持ちっていう、そういう ADSL 回線みたいなのが備わるので、よりこう、もともとこう、高解像度版で感情が理解できるっていうのかな。なんかモノクロの画素の荒い、その何十年前のテレビで見ていた感じですよ。だから、その、昔ね。今から見ればですよ。当時はそれで、それ全てだと思ってましたけど。でも今はなんかもともとアコースかなんかでこうね、もう映画見てるかのような感じですよね。日々こう、本当に今ここ、この感じること。これが本当に楽しくって、なんでこう味わうのにこう、必死というかね。うん、もうそれ以外の余計なことも考える余地もないというような感じで生きておりますけども、うん、使い分けられるならいいですがって、使い分けられます、大丈夫です、うん、うん、だから心配しないで覚醒してくださいよ、なんちゃってみたいな、うん、これは全然問題がないと思います。私見てもらったらいいと思います。まあ私のこと偽物と思うのは別ですよ。もしもう少しでも、まあ、あ、そうなんだろうなと思っていただけるならば、あ、こいつ見りゃ、心配ないや、みたいな。うん。大丈夫だ、みたいなね。使い分けられますよ、みたいなね。ことでもう、納得いただければいいんじゃないかなと思います。はい。うん。ねえ、だって身近な例で見たら、安倍敏郎さんとか国際さんだって人間味ありすぎでしょ?ねえ。だから心配ないさ、ああいう人たちもね、見ても大丈夫だってのは分かってもらえると。思いますのでね。はい、ではこの質問ちょっと、はい、クリアということでいきたいと思います。うん。ですね。
これはスラッといきますね。テラさんは覚醒前から悟りたい、覚醒したいと思ってましたか？全然思ってませんでした。それどころかそんなものあっちゃいけないと思ってました。もともと私、キリスト教っていうものをやってきました基盤がありますので、キリスト教というのは、大まかに言って、アダムとイブの失楽への物語からこの方ね、人間は神様の戒めを破るやつだっていうか、もう一番初めのつまずきがそうでしたからね。だから罪人だっていう意識があるわけですよ。変な自己卑下というかね、変なへりくだりというか、私たちはもう悪いようにこさえられている、できているのでね。だから常に神様におすがりしなければ、常に聖書を読んだり祈ったり、イエス・キリストのね、本当にこう、崇拝するというか、崇めるというかね、そういうことをする中でやっとこう踏みとどまれる、やっとこうまともでいられる、やっと清くなれるみたいなイメージがあるわけですよ。どうかこの罪を罪深い私をお救いくださいっていうようなノリなんですよね。その絵が根強くあったんですよ、私。だキリスト教をバリバリやった時には、もう例えば自分が神だとかありえないですよ。自分が何かね、大いなる気づきを得てね、なんかこうすごくこう、宇宙をつかむみたいな、ありえない。私たちは永遠にそんなものはことにはなりえない。罪深き罪深き人間でござえみたいなね、ところが、キリスト教の大きな流れの中にはどうもあるわけですよね。だから神を受け入れることによって、キリストを受け入れることによって、やっとこさマシになるっていうかね、やっとこさこう神様の前に恥ずかしくない自分になれるみたいなイメージがあったわけですよね。そういう時に私はスピリチュアルに出会うんですけれども、で感動するんです。私たちが空なのかとかね、私たちが主人公、もっともとは大いなる一つのね、それが分離という幻想を味わってるに過ぎない、それである程度解放されたというかね、そうなんだっていうね、その自虐的なその思考から解放された部分っていうのはあるんですけどもね。でもやっぱり根強いものは根強いっていうかね、それはやっぱり表面的なものはやっぱり私も変わってきましたけど、奥底のやっぱり根本的に自分もこの世界も醜いというかね、結局神の戒めを破ってね、堕落するそういう性質、悪いことする性質っていうのは あるんだなっていうね、ところでこう、神なんかじゃねえよこれって思ってきたし、覚醒なんておこがましい、おこがましいっていうかね、そんな存在が。っていう部分が、スピリチュアルやりながらも抜けてない部分があったんじゃないかなと思うんですよ、今から思えばね。だから、覚醒したいなんてね、とかしたいということ自体を思わせてくれないっていうのかな。したいっていうのは、する資格があると思えるからしたいなんて言えるわけですよ。例えば、俺野球選手になりたいっていうのを、子供が言う分には誰が言ってももうね、微笑ましいですけど、例えばね、いい年をした、高校生、大学生が、俺はプロ野球選手になりたいって言ったら、大人からね、ある目で見られるんですよ。例えば、本当に高校球児でね、ものすごい成績を収めて、こいつ本当にプロになるんちゃうかっていう人が言ったら、おう、そうか、そうか、頑張れよって言ってもらえるけど、全く体もひょろひょろで野球の経験もなくてね、もう本当に運動神経もゼロなような子がね、俺、学校卒業したら野球選手になろうと思うんだって言っても、お前熱あるんじゃないってこう言われるだけじゃないですか。だから、ちょっとでもこう、世間的常識というかね、普通の感覚のある人だったら、わきまえると思うんですよ、文言を。これ俺言っても大丈夫かなと。ね、人がおかしく思われないかなってちょっと考えるじゃないですか。だから結局やっぱ自分の中にその資格があると思えてこそ、俺はこれをやりたいって言えると思うんですけどね。だから結局私、覚醒者になりたいなんていうのはキリスト教のお素地があった。自分が罪人であって、自分はダメだっていうかね、清くない、そんなものを神様にお前恐れ多い、神、素晴らしいのは神だけだっていう意識があったんですよ。神とキリストだけが最高で絶対で究極な純粋な愛と善で、私たちはそうではないっていうところをね、譲れないっていうのかな。そういう部分がありましたので、全くもって悟りたいと思ってなかったどころか、悟るなんてとんでもないみたいなね、なことこの私の身にあるわけがないとぐらい思ってた。面白いでしょ。そんな人間に悟りというか来たわけですよね。まるで戦争でいう赤髪が来たような感覚ですよ。だからはっきり言って、求めるから得られるっていうのはありません、これに関しては。
私なんて求めてなかったもの。それどころか、お願い、お願い、近寄らないでみたいなね、小道具ですよね、逆にね、ある意味。うん。いらない、いらないしてたぐらいな感じなんですよ、そんなものはね。うん。だから、こればっかりはどうしようもないんですよ。うん。だから、意識が現実化するっていうのは、本当にね、昨日のブログにも書いたし、ちょっと後で話題にもしたいと思うんですけど、ないんですよ。あんまり起こらないです、意識が現実にならないです、あんまり。スピリチュアルの罪でね、そんなかなんか意識は現実化しますよ、あなたの意識がね、何かこう、現実に影響を与えますよなんて無責任に言いすぎるのでね、簡単、いとも簡単に。だから皆さん、意識を変えた、さ、現実、変わらないか、まだか、みたいなね、そんな単純なね、ことやってるんですけど、なかなか起こらないです、はっきりし言いますけど。うん。かなり強い力を与えないと、まあ、壁があるようなもんですよ。その、現実化するのにね。その壁が崩れるまでは、なかなか現実化しません。ただし、ある一定量のエネルギーを注ぎ続けて壁がぶち壊れると、そこに到達する世界がありますので、その時に初めて、ああ、意識が現実化したって言えちゃうわけですよね。でも、そうなるまでは、壁が強固なので、いくらその壁がね、時に満ちて壊れるまでのエネルギーを受けて強度がね、強度で壊れるまでは何も起こんないように見えます。なんだ意識現実化するって言うけど、なかなか起きねえじゃんっていう感想になってしまうわけですよね、それを見て。だから、そんな単純な何かのね、1たす1は2みたいな、変わりきた法則みたいに意識は現実化するなんてことはもうバカバカしい話ですよ。しない、しない。だから、また後でこの話は言いますけど、心配事、ネガティブなことを考えるときにね、結局心の中でそのようなことを思い描くので、それが現実化するみたいなことを恐れる人がいるんですよ。あ、いけないいけない、こんなことを考えたらね、本当にそういうものを引き寄せちゃうみたいな感じで、常に自分の中のネガティブ思考とか、自分の中の良くない思いとかを抹消しようとする人がいるんですよ。すぐに、いけないいけないって、はたきでね、こう、誇りをね、はたくみたいに、こう追い出そう。異物としてね。これ、大間違いなんですよ。だって今ここという瞬間においてその思いが降って湧くんだったら、それは結構なことだし、宇宙のシナリオだし、自然なことなんです。だから、敵視せずに遊ばせたらいいし、そのやっぱりこう、うん、やっぱそれでも嫌だなと思ったら、そんなね、はい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 、強制退場だってしないでも、ごめん、そろそろ出てって、みたいなぐらいでね、うん。で、もっと言ったら、追い出し、そうというやり方じゃなくて、もっと楽しいことを考えることによってね、もっと自分がフォーカスしたいものにすることによって、それがいつの間にかこう、こそこそと、あれ、いつ書いたんだろうみたいなね、いうようなぐらいでいいんじゃないかなと思うんですよ。それを何かネガティブ思考はいけないって、もう鼻からですね、もう目の敵のようにして、出てきた瞬間にライフルで狙撃するような真似はね、しないでいただきたいなっていうことをこう、思うわけですよ。そうそう、うん。ちょっと話がそれましたけれどね。だから覚醒する前にね、したいと思ってましたかということでは、してたいと思ってません。これ不条理でしょ。覚醒したい、したいと思ってる人のところになかなか来ないで、そんなことどうでもいいというか逆にできない。うん、しなくていい。いや、したくない。ある意味ね。うん、そんなことができちゃったら、神とキリストを一番上に置いておきたい私のね、価値観が崩壊するっていうか、その拠り所がね、破壊されるっていう部分があるわけなんですよね。まあでも見事にそれを崩してくださったわけですよ、この宇宙のシナリオはね。うん。一生、キリスト教の牧師になってね、情熱持ってやっていこうと思ってた私に、そうはさせまいをさせるか、みたいなね。ことで面白い、こう、シナリオになったというところですよ。うん。だから、こんなものはね、したいと思ったからするとかいうことではないです、こればっかりはね。うん。やっぱり予想外のことが起きるのが人生だし、それがこう、この世ゲームなんです。それをやりに来たんですよ、神はね。予想できてしまったら、自分がこうこうこうだっていう、こう願いがその通り叶ってしまう世界なんて本当面白くないんですよ。そんなのね、ここ来なくたっていいわけですよ、そんなんだから。ここに来たのは、思い通りに行かれっていうのを味わいに来て、しかもその思い通りに行かない中でどう、自分自身の見方を、視点を変えたりね、あるいはいろんな、こうまあ、意識を、ね、のという道具を使って、いかにして何かその難局を乗り越えていくか、まあ、乗り越えられたら一番いいんですけども、あるいは妥協ですよね、
その中で幸せをつかむというのかな、思い通りにいかない中でも自分のものの見方を変えることでね、やっぱそこの中で生きていくというのか、安らぎ、リラックスを求めていくというのかね。だからそういう面白いゲームを私たちはしているわけなんで、そのことをやっぱり忘れるべきではないのかなということを思うんですよね。はい。だから全然覚醒前に悟りたいとは思ってませんでしたっていうようなね、ことが、まあ、平たく言っちゃえば答えだということになると思いますね。はい。では次、見ていきたいと思います。うん。質問がとりあえず途切れたら自分の話をしようかなと思うのですが、はい。うん。これまた一つ。自分もこの世界も全部単なる幻だと先日体感してから、全くエアポケットというか、生きていることに対してしらけてしまってます。これもまた受け入れて流れのままに行けばいいのでしょうか。はい、その通りです。終わり。以上。そうなんですよ。もうそれは、だからね、ここで問題なのは、そのエアポケットというかね、その生きることに対してしらけた、なんだっていうかね、すべてフラットに見えるというのかな。それを、そうフラットに見えることを、いけないことだ、何か寂しいことだというジャッジがあるわけですよ、この人にはね。そこはね、覚醒した、全部幻だっていうふうに分かっても、そこはね、囚われてるんですよ、まだ。だからこの方。わかりますかね。本当に覚醒っていうか、そんなないよ。本当のものとか偽物とかないんだけども、やっぱり理想的なというか、この世ゲームがやりやすい覚醒って何かというと、その全てが何だ無味乾燥じゃないかとジャッジした時にするってことは、そのジャッジがおかしいって気づくことなんですよ。わかります？善悪がない、全部フラットだと言っときながら結局価値判断してるんですよ。わかりますかね？それがしらけるっていうことは、それに対していい悪いをしらける、イコール、やっぱりこう、いいものだったらしらけないわけでしょ？それがね、素敵なものだと思ったらしらけないわけだから、結局その、幻だっていうのが口先だけなんですよ。しらけるって言ってるってことは、判断してるわけでしょ？それを見て。ランク付けしてるわけでしょ？それは、これは何だっていうふうに認識をしてるわけでしょ？ある一定の何かの価値をつけてね。だから、その、しらけること自体も何の問題でもない。それも、何でも、それはそれなんだ。うん、って聞こえるっていうのかな。これは本当に口で表現するのは難しいことなんですね。口で、理論で、言葉でお伝えするのがなんと難しいことかと思うんですけども。だから、全部幻なんだ、感じると。うん、フラットに感じる。でもそれで生きることはなんだ、こんなことだったのかっていう感じるその感情が何の問題でもない。OK なんだっていうふうにいけた。さらにひっくり返したときに安らぎというのかな。じゃあ積極的にこの幻想を楽しんじゃろうっていうふうに思えるわけですね。僕はそこを通過したので今ものすごくこの世界ゲームが楽しいんですよ。楽しそうに見えるでしょ実際。人間見なさそうに見えます。あ、時々ないけどね。うん。時々そういうのが顔を覗かせると思います。私、究極すべてどうでもいいので、結局やりたいようにやるので、だから肝心要のところっていうのは、普段はこうやってヘラヘラしてます、もちろんね。こうやって楽しいってやってますけども、いざ、すごい、なんていうのかな、究極の、例えばこう、まあ、真剣な場面というのかな。本当にこう、修羅場みたいな、なんかそういう場面の時に、私は強さを抱けます。どうでもいいからです。普通の人だったら、こう、守りに入ったり、まあ、これを計算してね、一番ダメージのない方法とか、一番何か丸く収まる方法っていうのを、何かのっぴきならないことが自分の身に起こった時に考えられると思うんですね。一番うまくこの場を切り抜けられる方法。私、どうでもいいので、うん。何がどうなったって仕事がなくなろうが人が怒ろうが僕どうでもいいのでやりたいようにやるだけなんで、だから普通の人だから選ばないことをやります多分。うん。皆さんは選びたくても選べないっていうのがあるんですよ。いろんなこと考え思考でね計算してピッピッピッって弾いて、この感情はこう言ってるけどもこれは得策でないとかね考えて、じゃあ今はこう言っておこう、ああ言っておこう、頭を下げておこうとかね、問題が起こらないようにこう言っとこうとかね、まあいろいろ考える。でも私はどうでもいいので、まあ好きなことをまあ言うわけですよね。うん。まあそういうことなんで、さっき言ったけども短期的にね損をするけども長期的に得をする、そのパターンなんですよ。だから私短期的にはめっちゃ損してます。言いたいことを言うしね、人の機嫌取らないから、怒らせる人も出てきます、何人か。
実際に一人ぐらいは気分させてると思います。トークライブやるたびに、懇親会やるたびにね、一人ぐらいは何かこうムッとした思いにさせて帰ってるんじゃないかなと思うんですけどもね。うん、別にその人気分よく返さないといけないと思わないからね。いろんなことぶつけます私。それは悪気があってじゃなくてね。うん、まあ、誤解されるんだったらそれあれで僕ほっとくんですけどもね。それで私の人生が何かマイナスになるわけでも打撃受けるわけでもないからね。だって私宇宙の王だもの。うん、どうでもいいわけですよね。うん、まあ、話をちょっと元に戻しますと、その幻だ、結局全部フラットだって分かるから虚しいんじゃなくって、分かって、ああそうなんだなって感じた、そのちょっとこう虚しく感じたね、しらけてしまったその感情すらも、それもジャッジしないというか、それもジャッジしないっていう意識のあり方の中で、うん、あそうかと。だから同じそのしらっていうかね、うん、結局何でもないんだったら思い切り楽しもうと。ゲームだと分かるからこそ思い切れる世界ってないです。これがリアル生々しい現実だと思うから、踏み出せなかったこと、うん、ゲームがワンプレイでもう永遠に二度とできないと思うから慎重になりすぎてた部分が、B ダッシュができるわけですね、マリオで言うとね。これ国際さんがよく、ライブで使われる例えだと思うんですけどもね。怖いから B ダッシュなんてできないわけですよね。でもそれがゲームで、例えたタンタタタタタンってこう死んじゃったとしても、それは画面の中のマリオというね、画素の集まりがね、なんかそう落ちるっていう表示をしただけであって、自分という存在には何の問題もないっていうのが分かったときに、こう思い切れるわけでしょ。ゲームだからね、ってぴょんぴょん出ないと怖くてクリボーも飛べないですよ。ちょっとでもこのクリボーに足がいかがったと思うと、怖い怖いと思ったらもうゲームできないですよね、そもそもね。うん、でもだからその逆手に取ればいいんですよ。幻だと分かるからこそ思い切りできる。だからこの方はね、そのまだまだ入門編なんですよ、その意識の。うん、そんなところにいるってことはね。だってね、それがゲームだ、幻だと分かるからこそ、もっともっと思い切って、この幻想を楽しめるってとこに行くんですよ。うん。そっち行かなきゃ嘘です、覚醒したとかね。うん、そんなのは、もう、なんちゅうのかな、生にえっていうのがね、もう失礼な話ですけどもね。うん。だから楽しい、余計楽しいって思えるのは本当ですよ。だって幻想だと分かるからね、何の意味もないと分かるからこそ、もっと素敵な塗り絵にできるんですよ、こう、あ、白い紙だと分かってね、もっと素敵なプレイができるわけですよね。はい、そういうことだと思います。では、先に進みたいと思います。あと質問ないですかね。はい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 。うん。ちょっと待ってくださいね。なんかチャットが随分流れているので、それを今追っておりますです。はい。うんうん。お、斉藤さんも見てくれてます。私のね、東京のセンターリターナーのね、主催者さんもね、ちゃんとこれ朝からこう、見てくれておりますね。はいはいはい。うん、お顔を見てほっこりしました。なんじゃって。うん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 。なんかありますね。何何これね、ちょっとよくわからないんだよな。日本語がちょっとこう、言い回しがなんかこう、くどすぎてよく意味が私の頭の中に入ってこないんですけど。まあでもちょっとゆっくり読んで整理してみましょうかね。お話を聞いても、聞いて、これも善だと勉強への縛りが軽くなりました。楽は楽ですが、目標が何なのかわからなくなってきました。何々になりたいから勉強するというこれまでの焦りのようなものが軽減し、これでいいのかと気が抜けています。目標は目標として勉強すればいいと分かっていてもです。気持ちの手放し、努力、目標などについてお聞かせくださいますかと。うん。そうね、これなんて答えたらいいのかね。うん。私もその次元にいなくなって久しいんで、ちょっとどう答えていいか分からないっていう部分がありますよね。目標、努力、手放しっていう言葉自体には意味を感じないんですよね。うん。手放す。うん。手放すってことは握ってるってことですよね。私、それがよくわからない。何も握ってないとも言えるし、すべてを握ってるとも言えるし、だからもうあるがままにあるしかないので何とも思わない。で、努力。努力って何だって話ですよね。うん。何かを得るために、それとし、うん。
引き換えに、例えばお金1000円払って、1000円のものを買えるみたいなことで、ある一定の努力を積み上げるので、それを支払うので、その努力と引き換えに何か一定の成果をもらうってことですかね。多分そういうことなんだろうと思うんですけど、で、やっぱり私たち今まで学校教育で、目標というものを立てるのがいいことだと聞いてるから、その目標を立てて、それに追って何か走っていく。で、それに到達できた。ちゃんと手順を踏んで、ちゃんとペース考えて、配分考えて、で、ちゃんと計画通りいけました。これが何かすごい人間、いけてる人間、できてる人間みたいなね。だからそういうふうにできることを目指しましょう。で、それができない人間は怠け者ですよ。どっかあなた容量が悪いんですよ。やるたら誰だってね、できる話なんですよ。それができないということはあなたの努力が足りないんですよ、みたいな話ですよね。だからそういう世界を抜けて久しいんで、よくわからないっていう部分がありますよね。だからなんで目標なんて持つんだろう、なんで努力なんて言葉が出てくるんだろうっていうのがね、私の中でクエスチョンマークが飛び交うわけですよね。例えば、私今ね、いろいろ楽しいんですけど、まあこうやって喋ることも楽しいですし、ブログもやってることも楽しいですし、あとね、最近映画の話題少ないと思いませんわ、私。それはね、ゲームにハマってるからなんですよね。ある、まあソフトにハマりましてね、結構今それやるのが楽しいんでね、あまり映画に行けてないっていうのがね、こうあったりするわけですけどね。私ね、目標があってやってると思います。あるいは、ノルマがあってやってると思います。例えば、1ヶ月に何本映画見るぞとか、あるいはブログ毎日更新するぞとかね、あるいは全国区で有名になって海外にも話しすることが夢だとか目標だとかね、私してると思います。バカバカしいんですよ、そういうの。なんで決めんのって。決めるからね、悲劇が起こるんですよ。物差し作るようなもんです。目標とかね、夢とか作るってことは。夢っていうのは目標の変化形です。結局、それかっこよく言っただけの話です。かっこつけて言っただけの話。結局、それ、夢到達しなかったらどうなります？人生の最後。それごまかすでしょ？まあ、これもこれだなって言って、わーって笑うしかないでしょ？結局、何かの基準を作ってしまうと、それを超えるか超えないかで、結局、価値判断っていうのはそういうことなんです。俺の人生は夢が叶ったとかね、叶わなかったっていうことが、情け容赦なく、その結果が現れるわけでしょ？現実問題としてね。決めるんだもん、だって具体的に。明らかでしょ？結果、夢が叶ったか叶わないかなんていうのはね。あと、具体的な数値目標なんて作っちゃうと、それ到達したかしないか、もう明らかに、もうはっきりくっきり、誰の目にも明らかでしょ？だったら自分は、到達したしなかったっていうことがもう本当に結果的にこう出るわけでしょ。で、それで できたできなかったっていうことでやっぱり自分の評価っていうのが生まれるわけでしょ。ああ、俺はやったぞ、俺はやったぜとかね。あるいは、ああ、なんか難しかったな、できなかったな、今一歩足りなかったなとか思うわけじゃないですか。それはね、本来思わなくてよかったことなんですよ。決めなさえしなければ傷つかなくてよかったんですよ、わかります？タッチっていうね、野球漫画、あれアニメ化したやつのね、主題歌、岩崎宏美が歌ってた一番初めのタッチの主題歌の歌詞の中にもあるじゃないですか。どんな歌でしたっけね。愛すことさえやらなければ青春なんてね、人をね、好きにならなかったら、青春時代なんてね、あっという間に知らない間に傷つかないで過ぎていくのにね、まあ、そっと悲しみに今日は、つまり、やっぱ愛しちゃう、好きになっちゃうんでしょ？やっぱり、青春だからこそね。で、こう、いろいろな、こう、心の痛みというのかな？その、結局、味わってしまうみたいな歌詞があるんですよ。ね。愛さなければ何も起こらないのに、愛するから、振られたりとかね、傷ついたりとか、いろいろ起こるって。でも、それをやりに来てるみたいな部分もあるんだけどね。だから結局目標とか夢とか決めてしまうから、結局それに到達しなかった時に、そういうジャッジ、生まなくれなくていいものをあえて生んじゃうわけでしょ？その基準を満たした、満たしてないっていう基準を好きで作ってるわけですよね。だからそれが楽しい。それがいい。本望だっていう人はやったらいいんですよ、もちろんね。そういう強さを持てる人だったらね。でも結局それがやらされてる感があったりね、それだけの強さを持てない人にとっては迷惑な話なんですよね。だから夢や目標は持つべきだ。持ちたかったらどうぞ。でも持てない人を腐しちゃいけないし、それはそうあるだけであって、それぞれはそれぞれ。お前はお前、俺は俺。そしてその全てが体験としては価値がある。コレクションというかね。空が
回収するコレクションは無限の可能性、無限のパターンだから、どれがいい悪いないんですよ。コレクションはコレクションなんです。うん。そういう意味合いで、うん、いいというかね。だから、その、うん、何か決めつけがある、何か物差しがある状態だから、何か私の話を聞いて、そのどうでもいい、すべて目標なんていらない、夢なんて別に持たなくてもいいっていう話を聞いたときに、しっくりこない感が出ると思うんですよね。うん。なんで、テラソン、そんな、みたいなね。うん。それもう手放せてない証拠なんですよ。なんていうのかな。だから手放すということを目指すのに手放せなかったらアホかって話でしょ。うん。何し考えてんのって。うん。手放すっていうことを学ぶために手放さないでそれを学ぼうとしても無理でしょうよ。そもそも出発点がね。うん。まあ、そういうことでございますわ。僕はあんまりこれ具体的に、なんかいいアドバイスってのは浮かんでこないな。うん。だって、それ以外でありえないからね。うん。どうやったら手放せますか？どうやったら努力も、うんとか目標とかをね、持たなくていいようになりますかって言ったって。あなたどうして生きてるんですかって言われてるのと同じで、答えようがないんですよ。うん。だってこれ、あなたなんで心臓を動かしてるんですかって言われてもしょうがないのと似てますよね。うん。だってあるがままがそうでいいし、今この瞬間どうであるかだけしか考えることがないから、目標とかそんな夢なんて私考えてる暇がないんですよ。今が楽しすぎて。だって目標や夢って今じゃないことでしょ？1年後や2年後や、何かでしょ？私そんなことを頭のメモリーの中に考えてる余裕ないもの。うん。メモリーいっぱいいっぱい今いろんなソフト開けてるから、今を感じるためにね。もう視覚、聴覚、もういろんなね、皮膚感覚。なんせ今ここを味わうための回路に全部全開してるので、他のね、アプリに割くメモリーがない。わけですよ。いい意味でね。だから私はみんな、暇なね、人みたいに、皆さんみたいにというか、けなしてるわけじゃないよ。いろんな先のことを心配したり、もう1ヶ月後や1週間後となったら、とんでもない私も考えられない、そんなこと。予定帳に書き入れなきゃいけないからね。人として生きていかないきゃいけない上で、あ、何月何日アポですねっていう時には、ちょっと思いを馳せますよ、未来とかに。それ以外は全く考えることないんで。でもね、目標や夢を具体的に考えて幸せに なってる人はあんま知らない。私の方が幸せなんじゃないかって思うんですよ。そんな方よりね。うん。目標や夢は目標を具体的に決めて頑張ってる方なんかよりも、夢や目標も何もなくていい、無責任に今を楽しんでいる私の方がよっぽど幸せなんじゃねえかってね、失礼ながら思うことが非常に多いです。かかってこいよっていうかね。夢や目標を頑張って、私に挑んでこい。ほら、てら、お前より、ちゃんとね、夢なんていらない、目標なんていらないって思ってるお前より、俺すげえだろって見せてくださいよ。じゃあ、うん。挑戦します。うん。まあ、それぐらいでいいかな。もうこれは私、よくわかんない話なんで、もっとわかるっていう人のとこ行ってください、これは。うん。何も私があなたを救わなくていい。もっともっとこういう話題に上手い人をね、それで役割だから。うん。私はもうそういう専門ではないので、もう、うん、努力嫌い、はい、以上、みたいなね、うん。結局好きなことをやってたら、例えば朝から晩までね、もう寝食忘れて何かをするって時に、努力じゃないでしょ、それ。やりたいからやってるんですよ。それが嫌いな人から見たら信じられないってだけでしょ。ね、例えば機械いじり、パソコンいじりが好きな人が朝から晩までもう寝食忘れてやってて、で、うちのお母ちゃんとかがね、例えばパソコンなんて全く興味ないっていうお母ちゃんがね、あんたよくやるわね、もうそんなの、どこがいいのって言ってくるわけでしょ。それと同じことですよ。好きだったら努力じゃないんです、それはもう。その人にとってはね。ただ単にワクワクすること、もうどんだけエネルギーを注ぎ込んでも疲れないことっていうだけの名前なんですよ。それは努力とは言わない。努力っていうのは気に染まないけどもね、あんまり心からやりたくないんだけども、でも何かをつかむために、こう頑張って、まあまあ、思い越し上げてやるっていうのが、まあ努力っていう言葉のイメージでしょ。だからそんなものがもうなくなるんですよ。努力っていうのが。うん。だから努力って言葉がもう私の中にないんです。肉体としてね、頭の中で勉強して、今、それがまだね、デリートしてないから、そのデータをね。削除してない、ゴミ箱行きしてないから、努力っていう話を今、こう、まあ、できるだけであって、もう私の世界にはすでにもうないわけですね。はい。ようわからんです。なんか、もう努力しにゃいかんとかね、いうのが。はい。では次行きまーす。最近、特定の人と
会うとき、好き嫌いとは別に苛立ちが出てきてしまって困ってます。困るということは、そのことが良くない、良いことか悪いことかと問われたら、良くないというジャッジがあるわけですよね。あ、もうそこでアウトです。はい、もうそこでアウト。だから、その苛立ちすらも単なる苛立ちという現象であって、それに良いも悪いもないんだってとこなんです。だから苛立っていいんです。すごい平たい話が。だから、苛立ちを悪いものだとジャッジするから困るということが起こるんですよね。あ、これ良くないっていう話で。だから、苛立ち OK! うん、苛立ったらいいじゃないですか。うん、イライラするってことは悪いことじゃありません。ただ、そうであるだけです。だから、そのこと、あ、それもただ、うん、イライラ俺してるなでいいんですよ。そこに、イライラしてる俺は十分ではない。イライラしてる俺は、いいか悪いかと言われると悪い方だというふうに。だから、良くしないといけない。これ直さないといけない。っていうような気持ちがあるから不幸というかね。だから嫌な気分になるわけですよ。嫌な気分にならない方法。もう苛立つということを OK にしちゃう。うん。苛立つ以上終わりみたいなね。まあ、そんな風にしていただくと、いいんでないかいという風に、思いますね。はい。ですから、うん、苛立ちが出てきて、うん、困れというか、その困ることを良しとするからいいし、苛立つということ自体が、何の問題でもないんだっていうふうに、していただくしかないですね。はい。はっきりしてます、これ、解決は。はい。ということで、あと質問はないですかね。うん。今日はですね、1時間半しかないんですね。だから実は、今もう9時近くですよね。だから、9時半には、一応これ番組を、まあ、オチをつけて撤収というかね、私が、しないといけないということになるんですけども、ちょっと、うん、どうでもいい質問なんてことは存在しないんですけども、ちょっとこう優先順位つけますね。退屈とか暇だっていうのもどっちでもいいっていうことですか？で、これちょっと答えてみましょうかね。退屈って何ですか、そもそも。暇って何ですか？結論から申し上げると、退屈ということは存在しないです、この世界に。暇だっていうことも存在しないんです。冷静に考えてみてください。どこにあります、そんなもの。うん。例えばね、まあ、マウス、これ、まあ、コンピューターのマウスですよ。うん。これはコーヒーですね。コーヒーの、まあ、カップというかね。まあ、こういうものだったら、まあ、幻想ですよ。これだって分子原子の集まりだといったら、身も蓋もないんですけどもね。まあ、わかりやすいですよ。でも、退屈って何す？そんなものは存在しない。まあ、辞書で引くとなんて書いてあるのかね。やることがない。なんか意識的になんかこう、ぼーっとするってことかな。なんだかな。それを退屈という呪いをかけたという、そういう言葉で、定義したってことでしょう、要は。うん。だから退屈なんていうのは、皆さん騙されちゃいけません。そんなものないですよ、この世界に。うん。要は退屈だっていう、うん。なん、ただそうであるだけでしょ。ただある状況下に置かれてね、例えば今何か、なんていうか急に急かされてすることもないし、かといって何かしたいっていうこともないしっていう、なんかそのモヤモヤとした意識状態のことを退屈というふうな、言葉でを発明して、それで結びつけてやっちゃっただけでしょ。なんか退屈イコールこの気分っていう、なんかそういうものを作り上げたわけですよね。退屈なんてことは存在しないです。だから、この気持ちはこの気持ちだで終わっていいんですよ。それを退屈と名付けて、退屈というのは世間的な感覚の中で、よろしくないものだってね。退屈な俺は十分な状態じゃないと。理想的な状態じゃないっていうことでしょ。うん。だから退屈とか暇っていうのも、トラップですよね。うん、本来は、その言葉が指す意識状態っていうのは、うどんかそばかラーメンかっていうことで、別にワクワクしているとかね、うん、なんちゅうの？すごくこう、うん、喜んでいるとか、なんかそういうものと、何ら変わりないんですよ。バリエーションの一つなんですよね、その意識状態のはね。ストロベリーなのか、オレンジなのか、バナナなのかっていう、まあそういう、果物というカテゴリーの中の違いと一緒で、意識状態のバリエーションなんですよ。その退屈という言葉が指す。その心のね、ありようっていうか。うん。だからそれはそれで何の問題もねえじゃねえかって、当たり前の話でしょ、それは。
なんか私たちはそれに言葉という呪いをかけるんですよ。退屈という名前、ネーミングによってね。まあこの世界は退屈してないことがいいとされてるから、やることがあってね、忙しいのがなんかいい。うん。やっぱ人間何人か動いてる、行動してるのがいいっていう話、そういうね、常識がくっついちゃったから、なんか私たちは考えてみることもせずに、その常識を疑ってみることもせずに、ああ、それは退屈ってよくよろしくないよねって皆さんごまかされてるんですよ。もう考えさせてくれないんですよ、常識とか。この世の決まり事というのはね。本当に皆さんその縛り強固なんですよ。疑わないですよ、まず。退屈が悪いって疑ったことあります？うん、ないでしょ、うん、退屈よろしくねえな、うん、話でしょ。さっきもそうです。努力が悪いとか、うん、目標っていうのがもう持つのがいいことだっていうことを疑ったこともないでしょ、うん、だから皆さん大体ある物事の前提っていうかね、枠の中でしか物を考えないから私と話が合わないんですよ。私はその枠がないから人を怒らせる時々ね、枠から離れられない人の怒りに触れたりするわけです。でも僕どうでもいいです。相手が怒ろうがね、何しようがね。うん、まあそんなことでありますよ。だから、どっちでもいいというのも退屈とか暇っていう状況が幻想だってことです。だって今ここにね、生きているということ自体、たとえその意識が退屈という名前で呼ばれるそういう状態であろうが、それだって全力で生きてることに変わりないでしょうよ。ねえ。それを何か、それはあなた、今ここに失礼じゃないです、退屈っていうのは。そう、退屈な意識状態すらも、今を味わ、全力で味わっていることなんですよ、それすらも。うん、楽しんでいても一緒なんです、それは。喜んでいてもね。そこを私たちは差をつけるから、幸せな時と、幸せじゃない時っていうのがあなたの中に生まれるんですよ。あ、これは楽しめてるから幸せだ。あ、これ楽しくねえから退屈だから、なんか嫌だな、みたいなね。そんな風にあなたたちはなるんです。私はどんな時もね、どんな時も、それが楽しいとか悲しいとかね、そういうことで優劣つけるんじゃなくて、すべては今を味わうためのツールであって、それはそれぞれに素敵だと思ってるから、たとえ皆さんが言う退屈だということを私が味わったとしても、それはそれとしか思わないから、全然問題じゃないという答えしかできないですね。まあでも私は退屈ないですけど、皆さんの言う退屈っていうのも、まあ、ないですけどね。あえて答えてみると、たとえ私がその状況に置かれても、退屈だから嫌だなとか、暇ってなんか嫌だなとは思わないだけの話でございます。そんな感じでよろしいですかね。はい。また質問、あ、いっぱいあるな、今日。波動を上げる方法というのはあるんでしょうか？ありません。はい。意図的にこちらからシナリオに干渉、できません。はい。ゲームとかね、自分の思い通りにならないことの方がよっぽど楽しいって分かったんですよ。思い通りになることって3日で受ける。だから、この方は、だけじゃなくてね、この番組聞いてる皆さん、あるいは世界中の人がそうだと思うんだけど、自分自身の思い通りに何かがなるっていう体験があまりにもないから、憧れが強すぎるんですよ。そうできたらいいだろうなっていう憧れが強すぎて、本来の価値より倍に見え、よく見えてしまうんですよ。皆さん、思い通りになるのが嫌だからこの世界に神は来たんですよ。それがここでラジコンカーのようにね、なんか思ったことが反映するすぐに、こうなってほしいなと思ったらなるなんていうのはね、皆さん3日体験したらね、逃げたくなると思いますよ、そんなの。なってないから思うんです。うん。だから、答えとしては、まとめとしてはね、意図的にこちらからシナリオに干渉できることはできます。できるけども、できたからといって、それがじゃああなたが視野の幸せにつながるか？うん。気づきとかね、魂の平安とかね、うん、そういうことにつながるかというと、お金と一緒でね、お金があるから幸せということには必ずしもなりません。副産物、オプションとしては、そうですけども、でもそれ自体が幸せを保証するものにはならないので、あなたは、もしもそれを追い求めるなら間違ってますよと。そんなのはオプションだから、まずは自分が自分としてあれることを受け入れられる、そういう、今ここに行こえる、そう、基本、ベーシック的なね、基盤を持たずして、その意識的にね、何かこう意識を使って、この現実にを変える、影響を与える、シナリオに変化を与えるということをね、選べるというオプションは、その基本がないと、持っててもしょうがないですよってことなんですよ。あるでしょ、戦隊ものでなんとかロボって出てくるでしょ、5人ぐらい出てくるなんとかレンジャーみたいな基本のロボットがあって、その基本ロボットに何かオプション、ゴテゴテと他の竜とかね、なんか変なすごいなんかまた別なのがやってきてガシャガシャってついてスーパーなんとかロボットがなるじゃないですか。でもあれは本体のなんとかロボがあるからこそ
なんか、すごくなるわけですよね。なんか、ゴテゴテとついて。本体のロボットがいるんです、だから。それと一緒で、あなたが今ここに置いて、すべての宇宙ね、含めて、自分も含めて受け入れる。たとえ状況がどうであったとしても、それを本当にこう、まあ、そこに行こえるというのかな。そういうね、とこに到達していないのにというか、それないのに、ただ単になんか現実を変えれるっていうね、力だけを追い求めても、これどうしようもないなっていう、そこだけ気をつけてくださいね、だから。もちろん変えてもいいです。うん。変えたってどうせ別のワールドのあなたが、その変えなかった部分を味わうだけなんだから、結局何やったって無駄なんですよ。うん。今、この瞬間、幻想の中でそれだけを味わうってことができてるけど、結局、あなたが変えてもね、物事を。その変えなかった方もいつかやるので、うん。結局、帳尻が合ってしまうんですけどもね。まあまあ、どうぞやりたかったら。どうでもいいとどっちでもいいは意味違いますかって。これ、なんて答えたらいいんだろうね。うん。一緒じゃないですかね。なんか言葉上のことなんて遊びなんですよ、ほぼ。この質問に限らずね。それはあなたのワールドの中の話でしょ。だから、その言葉なんていうのは人それぞれ、同じ言葉使ってても、どういう意味合いで使ってるか、どういう思いの丈で使ってるかはバラバラなんで、だからあんまりこう、ここでね、この方と議論することじゃないですよね。うん。そんなのあなたがどう考えてるかね。で、何でもいいです、またその結果もね。うん。どうでもいいとどっちでもいいは、ほんとどっちでもいいんです。ほんとどうでもいいんです。はい、以上。ブログの中で悟り体験を書かれたところがありましたら、教えてください。初期の頃に書いてます。探してください。探しましたが分かりませんでした。というか、時じゃなかったのかもしれませんね。はい、以上。あとね、私、三楽社さんっていうところから本が出てます。僕の書いた本ではないです。もちろんね、残念ながら。特集されてます。スピリチュアルリーダー48人が何人だかね、そういうやつの巻頭を飾ってますので、2月1日に発売になってます。私のブログ見たらね、Amazon でサイトに飛ぶとこ書いてますので、ぜひそれをお買い求めの上ですね、そこに結構私詳しく、覚醒体験の時のことは書いてますので、それを見てもらった方が早いんじゃないかなと思いますね。ブログ探してもいいです、もちろん。あるとこに書いてますから。うん。探し方が悪いんじゃないでしょうか。うん、あるからね。はい、あとありますかね。はい。テラさんのリフレッシュは何ですか？パッとハッピーな気分転換するときにどんなことを考えますかっていう。これもね、ちょっとこう、この人と次元の合わないね、考え方というかね。つまり、リフレッシュは何かって聞くということは、リフレッシュしてない時間があるって考えてるってことですかね。私の場合は、どんな状況、さっきも言ったでしょ？退屈とか退屈でないって話したときもそうですけど、私答えるかっていうのが難しくてね。うん。だから皆さんに合わせてあげると、映画とか、まあ、その何まあ、こうやってね、自分の好きな活動をすること、だろうと言えるけども、でも皆さんみたいにね、本当にその気分転換してないとき、自分の大好きなね、一番の趣味をしてないときが、じゃあ退屈だったり、何か早くこんな時間終わんねえかなって思ってることだったりっていうことはないっていうことなんですよ。それですか、答えとしては。うん、そこを間違ってもらうと、なんか私の中に、なんかハッピーな瞬間とハッピーじゃない瞬間があると思われたら困るので、その、ハッピーという言葉の定義ですよね。皆さんは善悪とか良し悪しなんですよ。自分のエゴにとって都合のいいことがハッピーで、都合の悪いことはハッピーじゃないっていうね、あなたの勝手な物差しでこの死んだ万象を測ってるわけでしょ。私にはだからその定義を放棄してしまっているので、ありのままのその状況を一旦受け止めるので、私には皆さんが言うところのこれは良くない、これは退屈だっていうのはない。だって退屈っていうのすらもう一つの味わいでしょうよ。ひっくり返してみれば。ほら、よくあったじゃないですか。無感動とか感じない、何も感じないという状況でしょ。でもそれは感じないということを感じているんですよ。でないとありえないですよ。感じないっていうことを認識できないですよ、そもそも。感じないとね、それを。すごい禅問答みたいな話ですけどもね。人間はとにかく一生懸命生きる以外のことはできないです。今ここを必死で生きる以外のことはできない。必死に退屈を感じてるんですよ。必死じゃなかったら退屈なんて感じれないと思いますよ、私は。うん。
ある意味全力だからこそ退屈だと思うんですよ。うん。ありがたいことなんです、退屈だと思えるってことはね。うん。だからあらゆる瞬間が感謝になるんですよ、そういう視点でいくとね。すべてがフラットっていうことはね。うん。ただ、このゲームに参加できているだけでありがたいっていうのは話になってくるわけですよね。はい。いうことでですね。あと10分ぐらいなものかな。うん。もうちょっと時間がないので、ある程度すとばしますね。うん。お金って何ですかっていう質問があるんですけど、紙切れです。うん。はい、以上。いいですかね。うん。紙切れと金属の塊です。以上。あと何かあるかな。うん。宿命ってありますか？あるようでありません。だから今こうやって生きてることが宿命ですね。でもその変えれるんじゃないかって言われるでしょ、その私たちが意識のあり方によってね。うん、それを変えれるけども、その変えたやつが宿命になります。今度は逆に変えた途端にね、でじゃあ自分が味わわなかったもの、自分が悟らなかったもの、知らなかった選択肢はパラレルワールドのあなたが結局それを踏破するので、重みが違うんですよ。愛という言葉一つ、あるいはね、希望という言葉一つ、空という言葉一つ、そこにかける思いの内容っていうのはみんな違うので、だからその表面的なところでやり取りをしているので、こう意思のズレが起こったり、結局コミュニケーションのズレが起こったり、誤解とかね、あるいはあの人嫌いとかね、だって嫌われようと思って生きてる人誰もいないんだからね。それが例えば、あ、この人よりこっちが合うとかいう話になってくるわけでしょ。うん。まあそういう言葉の限界ってことも皆さんちょっと頭の隅に置かれておいた方が、混乱しないで済むし、人の言葉にいちいちカチンと来なくて済むと思いますよ。結局人の言葉に腹を立てたり嫌な思いになるっていうのは、自分の言葉の定義と相手の言葉の定義にズレがあるから起こることなんです。相手はあんまりね、よっぽどの事情がない限りあなたに嫌われようと思って言ってくることは少ないです。あなたが嫌だなって思うんだったら、あなたが一人相撲を取っています。そのパターンが多いということに気づくべきですよね。世の多くいる、こう、まああんまり、横でスピリチュアルテレビの画面を出しながら見てますが、たまに消えたり、カクカク、まあこれこんなもんか。はい。ということで、すいません、今すごい眠たそうな顔で、画面が止まっておりますけども、一応1時間半ぐらいに今日はしてくれというふうにとりあえず言われておりますので、うん、そろそろ、切りましょうかね、というところですよね。はい。それでは次回のスピリチュアルテレビですけれども、今日が、5日ですよね。次回はですね、2月21日の、金曜日の、放送というところになります。はい。ではその時までですね、ぜひ、皆さん元気でお過ごしくださいね。さあ、その元気で過ごすのに、空は、私たちの正体が空だとか、空は、神は、退屈、したので、喜ぶために、楽しむためにこの世を作ったなんてことは何の助けにもならないということを最後に申し伝えて、言っちゃっていいのかな。はい、終わりたいと思います。では皆さん、これからもマリオとして、この三次元ゲーム、存分に、楽しんでいただけたらいいなと思います。で、ゲーム世界に抜け出した時に、あ、このプレイヤーがコントロールしてたのでって、その時に気づくだけで OK で、今わからなくても全然問題ではありませんので、あしからず、ということでですね。はい、それでは、番組をテリーさんにお戻ししたいと思います。今日はありがとうございました。さよなら。こんな感じでいいのかな。これいけたのかな。しばらく待ってますね。